中日の先発は静岡浜松市出身の鈴木翔太。4年目の今シーズンはプロ初勝利を挙げるなどここまで3勝。今日は地元浜松、頑張れ翔太、頑張れ翔太、頑張れ。地元で成長した姿を見せられるのか。中日鈴木は1点リードの3回、三塁二塁のピンチを招きます。今シーズン磨きをかけてきたストレートで糸井をセカンドゴロ。3年ぶりの凱旋登板でゼロを並べます。打線は4回、4番ゲレーロが両リーグトップの21号ソロを放ち、リードを2点に広げます。高校時代から慣れ親しんだマウンドで躍動する鈴木。絶対に地元のファンに勝利を届けると7回途中1失点の好投。成長した鈴木が見事4勝目を挙げました。こうして浜松で投げさせてもらって、少しでも成長した姿を、見せられたと思います。まだまだこれからどんどん結果を残してまた成長した自分を見せられるように、これからまた頑張っていきたいと思います。これからもよろしくお願いします。